地で暮らすおじさんの一週間の Vlog である。5時起き失敗。8時だ。眠い。編集しなきゃ。マジで渋春までストグラに来たよ。すげえな。何も決めてない。おキャラまで作れんだ。ストグラがめちゃくちゃ盛り上がってきてるね。まあでもこの後な、何も決めてないんですが、まず名前どうしようかな。グラセフだろうからな。名前をさ、練習的な感じでストグラに来るのかもな。名前をラストネームが名字だっけ。10時半なった。多分お店からまたこの団地に戻ってくる感じ。クーポンコードをお客様の注意事項のところに書き込んでやってる人がいる。大風と怪しい雨雲が上空へ。いやー、雨降るの嫌だな。大丈夫かな。雨雲レーダー見たけど、まだ雨雲にはなってないっぽいな。まだいいか。2時ぐらいに雨マークがつき始めたね。いや、降ってんじゃん。もう、うわ、どうしよう。一旦帰りてえか。一旦戻って着替えるか。小雨ではある。とりあえず一旦自宅待機しよう。で、雨装備で行こう。ああ、順調だったのにな、今。まっすぐ通り過ぎそうだけどね。まあ、この後、雨雲が続々と来るんだろう、きっと。今、12時20分で、2時ぐらいに雨マークがついてたからね。降るならしっかり降ってくれちゃった方がいいんだよな。配達員が減って単価が上がるような雨、そういう雨の方が歓迎だよな。ちょろっと降るのが一番だるい。暑いし、カッパは着たくないから、ゴアテクスで行こう。ちゃんと降ってきた。置き配になってないのに置き配なんですけどってイチャモンつけられたから、置き配になってませんねって言っといた。イラッとする。
久しぶりに菓子パンに手出した。朝麻婆丼食っちゃったからそんなに腹減ってない。大体でもいつも寒くなってくると菓子パン食べるようになるな。菓子パンとモンスターって組み合わせが良くねえな。アイスコーヒーかなんか買ってくればよかった。やんでくれ。うわ、土砂降りだ。ゲームオーバーか。一軒取れたな。この一軒で終わるか。もうバッテリーがねえんだよな。充電しながらやりたいけど、ちょっと雨が強くてできないかもしれないし。よし、一瞬今雨止んでるから充電しちゃおう。ああ、雨の日のイオンは惣菜いっぱい残ってて半額祭り。よしよしよし。ほら、リンゴのみたいな。お、氷結リンゴ108円。大量に買っちゃったよ。まあ2、3日分だね。2、3日分。いやー、雨は嫌だけど、雨はやっぱある程度稼げるから助かるね。これ以上踏んないでくれと思いながらも結構踏んないと配達員減らないしね。矛盾が生じるけど、まあ結果稼げたからよかった。月曜からお疲れ様です。リンゴ冬になるとこれいいよね。リンゴ好き。明日も朝雨っぽいから稼げるといいね。まあもちろん安全運転で。飯もね作るつもりだったけど、ちょっと遅い時間まで働いたから買ってみました。でも雨の日のイオンはいっぱい惣菜残ってていいね。もっとバンバン安くしてあれ売り切れないと相当売れ残ると思うけど、なかなか値下げしてくんないみたいな。よし、キーモットだけ実は作戦がなんか狭くて回収地点に影の手を持たれてたんです。
最新の場所だけキーホットがいるみたいな。なんかいろいろ大変だったみたいだな。最高だ。サンマも買えたし。これ出てないかも。これ喋ってる。これ今ホールが来てます。ごめんなさい、見てるじゃん。オッケー。はい、最高や。ゲスト来なかった。すげえ風だ。ガタガタ言ってる家の中。風だな、どうしよっかな。ああ風は危ねえんだよな。風はまだ強いんだけど、すげえ晴れてきた。雨は大丈夫そうだね。で、風もだんだん弱まってくる予報だから、雨食え出てるし、行こうかな。とりあえず今オンして自宅待機。いや風強すぎんな。いや気をつけて運転しよう。雨より風の方が怖いからな。行くか、ほんと迷うなこれ。タワマン、すげえ風。ああ怖い。次もタワマン取っちゃったんだよな。やーべえな。低層階助かるね。高層階行くと怖すぎる。吸い上げられそう。なんか1時半で鳴り止んじゃったか。まあだんだん天気回復してきてるしな。風も弱まってきてるし、海側以外は。こんな急にならなくなる。もうすぐ1時間経つそう。なんなんだ。家の方に向かうやつが取れたから、これで帰ろう。さあ1時間以上行けるのかな。何なんだ。てか全然ならなかった。じゃん、昨日手に入れた1149円が383円。
うん、うまい。まあ当たり前か。後半戦頑張るか。風はだいぶ収まってるね。聞こえないか、ちょっと待って。家ってたら当たりにガレージが1ある。そこから先にずっと、北上していくと、ガレージはずっとない状態、ダイビングとかしかないから、上に行くのはあんまりおすすめしないけど。なるほど。空母行っちゃうのありかな。空母行っちゃうのありやと思うよ、全然。空母行って逃げ込もうかな、中。逃げ込むのもありやと思う。でも撃たれそうだな。なんかね、もう一人乗ってたらすぐ撃てるんだよな、向こう。ロングピンやから多分撃てるね、後ろに立ってる状態だと思う。どうすっかな、どうする。めっちゃいいあれ。あー、なんか俺は寝てるけど誰か仕事してるってなってる。すごい。あれ、このなんか本庄が建てた竹みたいな、竹みたいなやつかね。どうにかなった。よかった。今緊急で向かってます。まあ大丈夫ですよ。ギリギリだけど。眠い。眠い。味噌汁作りすぎちゃった。一人分だからね。今日から気温下がるのかな。昭和すぎるだろ。ああ、家で一回も飲んなかったわ。行きますか。
は鈴木だな。なっちゃった。いっか、もうちょっと観察してたかったけどな。もう出たよ、できてんのに放置。イラつくと。ダメな店員はダメだな。月間はね、やっぱ天気の影響で なりも良かったし、単価も高かったけど、やっぱ今日は戻っちゃったね。まあ、配達員も多いのかな。なりも良くないし、単価も安いし、まあそうなるわな。豚生姜焼き丼、豚肉がね 500g500 円で売ってる店見つけたから、それだとね、割引とかなくても全然納得の値段だからね。アメリカ産のやつ、これで食べてみて美味しかったら今度からそこで買おう。もう食材全般が高すぎちゃってね、豚肉もワンチャン 100g200 円ぐらいだもんな。鶏肉ももも肉だとそれぐらいするしな。高すぎんだよ。お、めっちゃ柔らかいじゃんこれ。もうちょっと脂身があるといいけどな。昼飯食った後すぐお菓子食べたくなっちゃうんだよな。68円で売ってたから買ってみた。辛いかな。スイートチリ、スイートチリだかな、甘辛い感じ。うまいこと言われる。おお、結構辛いぞ。甘辛い。辛いな。いやー、夜の気温が下がったな。結構寒いぞ。ネックウォーマーあってもいいぐらいだ。やっといいの来たな。5キロ1200円。ていうか、それが来る前は、1個前は、2キロのダブルで400円。やんねえよ。とにかくもうダブルで400円つうのやめろよ。昼間めっちゃ悪かったけど、夜で取り返したわ。ああ、9時過ぎちゃった。やった、すげえの見つけた。
1000円のしゃぶしゃぶの肉が300円。これは買っちゃうよな。400g だしね。しかも油がうまそう。128なの。じゃあ全部で、あらま、はい、ちょっと次です。あ、ありがとうございます。なんだ、うちの中に1回分ばかりで、うん、今一番高い色の青色、カットと同じ色の中の布が一番今この場所で価値があるので、うん、お疲れ様です。ビントロも100円ちょっとで買えたんで買っちゃいました。シャブシャブはポン酢で、プラスチック4000円、4000円のだけ拾ってくるの。これは中に入ってるやつ辛いじゃないと沸かないとかある。うまっ。あ、小型なんだ。やっぱいい肉はうめえな。今食べた 500g 500円の豚肉はほぼ味出しなかった。これロゴ見たら止められないっす。これ動けないのか。別に俺はね、止められないしか言ってない。今殺した。寝るか。沈めよう。うん。こんにちは。ああ。これ処理するわ今から。曇ってんな。とりあえず編集しちゃう。よっしゃー、ここまでの編集終わった。ああ嬉しい。いてて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 、あーね、釣るとこだった。ああ、いてててててて、あーね、釣る、あーね、釣るとこだった。
ヘイシリ、エンヤかけて。日々は送ってません。いつもはね、こうやって10時ぐらいから葛藤してますね。休みたいっていうのと仕事行かなきゃっていうので、ダラダラと YouTube 見ながら。こちらが Amazon のプライム感謝祭で買ったアイテム、セールアイテムたちで、今日も働くか。結構買っちゃったんですよね。7万円分ぐらい結構買ってしまいました。休みてーですね。この先週休んでないし、今週も多分休まないで頑張るつもりだけど、明日また雨マークついたな。カメラを細散財しておりまして、でも雨稼げるって思うとな、行っちゃうんだよな。こちらに届いております。今後サブ機として使おうと思ってるカメラなんですけど、出たんですが、まだカメラとレンズが全然届かなくて、もう発売日過ぎたんですけど、まだ何の音沙汰も。気に入りすぎて20年かぶってる。もう穴も開いてきたな。大切に保管しておこうかなと思います。はい、続いてはこちら、キングストンの SD カードですね。UHS。でもね、いいんだよこれ。転送速度が速いタイプの 256GB ですね。SD カードはこの転送速度が速い。年取ったらなおさらいいな。おじさんに似合ってる。ああ、結局一回しかならなかったな。10時半からオンしてたけど。行きますか。昨日も昼間厳しかったかな。やっぱ普通の天気だと厳しいよな。今日もそうなるだろうな。今他社が400円台投げてきた。他社で400円台なんて投げてきたの初めてだな。もちろん行かないけど、クエストもねえのにふざけんな。で、ウーバーの方が結局高い単価投げてきた。珍しいね。今日300円じゃないのかな、500円近く投げてきたな。近い案件なのに。どうなんだろうね。今だけかもしれないし。結局クエストもつくからそっちの方がいいよね。うわ、サラリーマンが大量に幕張メッセに流れ込んでる。うわぁ、混むなぁ、これ。飯屋が。だる。何のイベントだ。もうね、何年もこの地で店を出しててさ、もうイベントのカレンダーがあるんだから、イベントごとにスタッフ増やしたりさ、料理時間の設定を変更したりさ、対応してほしいよね。デリバリーだってもう何年も経つんだから、始まってからマジ待たさないでほしい。もう道
地が波打ちすぎ、直してくんねえかな、真っ平に。 3.11 の後からずっと放置だもんね。ほんと直してほしい。コーヒー運ぶのが怖い。やば、朝2軒で止まっちゃったよ。今12時回って1回もなってない。昼ピークなしか。昨日よりひどいかもな。あ、やっと3軒目。漫画のキャラクターの名前のお客さんから。スタバにピック行くたびに欲しいと思ってたタンブラーが最近売ってないんだよね。4000円するから悩んでたら買えばよかったな。でも定番在庫らしいからな。ないな。クリスマス系のタンブラーに代わって通常のタンブラーを撤去しちゃったのかな。ネットだと買えそうだけど、ドリンク一杯サービスはどうなんだろう、ネットで買うと。いやー、あれ買えばよかったな。どっかにないかな。いやー、ひどいなこれ。ならねー今日は。案件を選ぶとかじゃなくて、ならねー。まいったねー。時給1000円切っちゃってるしね。一旦帰ろっかな。もう切り替えて夜と、明日雨降るかもしれないから明日頑張ろっかな。もう2時過ぎたし、一旦帰ってしゃぶしゃぶでも食うか。お、あるあるでならねえってぼやいたらなった。しかも帰り方面よかった。こんなにならないのに今度は単価は300円とかじゃないんだよね。400円後半あんだよね。なんだかよくわかんねえな。もちろん高い分にはありがたいんだけど、ならないときは大概300円なんだけどね。ごまだれと白菜買いに行きてえな。ついでに牡蠣も買っちゃおっかな。しゃぶしゃぶもいいけど鍋もいいよね、そろそろ。すごい、今このジョーダン1のボルト入れたら店員さんがかっこいいかっこいいって声かけてきて、中国人のね、中華料理屋さんに今ピック行ったから、中国人の若い女の子で、どこで売ってんのって聞いてきてて、その子もジョーダン好きでアトモスまで行ってるみたい。俺はスニーカーズで買ったよって教えてあげたけど、いけない時が来ちゃうかもしれないよ。まあ何でもいいけどね。とりあえず今のままが一番いいけど、あまりにもならねえ今日。真冬にこれだったらやばいけど、まあこの後ね、なるように戻ってくれれば一番いいんだけどね。ほんとひどいな今日は。今日もこれ、昨日半分ぐらい食べたね。
ごまだれ買いたかったけどさ、スーパーにある値段見たら300何十円なんてだからやめた。高すぎる。100円にしてくれ。100円はねえかさすがに。しおれたやつ買ってきたわ。なんでも高えな。鍋食おうと思ったけどやっぱやめた。卵がいっぱい余ってたからね。オムライス。豚バラのチャーハン風なものに卵って感じ。明日はちゃんと雨降るかな。ちゃんとなってくれてちゃんと稼げるといいっすね。今日はちょっとひどすぎた。ならなすぎて。それではまた来週じゃねえんだよな。また週末。なんか変な。私の従前の食生上も非常に格別。ともどいつもこいつも悪いやつだらけだ。寝よう。